これ何か。それがだから大好きなやつやろ。そう。セットアッパーってやつ。そう。125SDR。これをこうだからもう連れて連れてしょうがないろ。うん。高いがって。2200円ぐらいするかよ。うん。で、お店ではこの色はあんまり、まあ置いてなくて。うん。アマゾンでこの色があって安かったらもう即買おうと思ってよう見ようやけど、うん、まあ、2200円から2000円ぐらいするかってね、はい、で探しよったらすごいの見つけてしもて、これちょっと開けてマジでビビったき、ついにと思ったよ。またセットアッパー。うん、ももももです。じゃん。セットアッパーで検索したらこれが出てきてもう、ね、セットアッパーって書いちゅうがって、商品名に絵描いと思って、ここ書いちゅう、あ、セットアッパーとこっちに書いてないね。けどもう形一緒、丸っきり一緒のやつをね作っちゅう、作ってしもうちゅうがよね。開けて、色は違うけどよかったよ。よかった。色はね、何でも良い。この色も試したかっての、これほら全く同じ形全く同じ形やね。しかもね、針がね、これ元々のも細い木、太い木にこれ変え違って、うん、これ太い針ついてます。というかついちゅうのコーター、太い言うてもあんま変わらんね。これぐらい、うん、これぐらいか。全く一緒、形はね。すごくない？しかもタングステンって書いてたけど、本当やろか。あ、一応重心移動する。あ、一応重心移動する。これ中に重り入っちゃって、うん、ほらそこが違うやん、なんか音が、うん、針がカシャカシャで。これ何かわかる？この重り、重り何かわかる？何のためにこんな動く、中で動きが変わる重り。そのシャクって動かす時のやつだよ。違う。ちゃうで。な、飛距離や。そう。そうそう。はい、ちょっとね、輪ゴムで同じようにしてみましたよ。重りの感じを。あ。遜色ない。重さ、重りの重さがある。こっちの方が何やったらちょっと硬いぐらい、あんま使ったかかもしれんけど、ちょっと硬すぎて、たまに重りがカチって入らん時あるわって、投げ方ちょっとしくったら。これどうでも投げても飛ばない、うん、ちゃんとね、なんとかペンデュラムキャストみたいな、ちゃんとね、こうあの沢のシナリオを利用して投げんとカチって入らんがって。こっちもうちょっと緩いかな、もうちょっと投げやすそうなんだけど。あ、でも一緒か。すごい一緒、かなり高水準でコピーしてきたすごい。コピー OK なんですか？わからん。ルアー業界には著作権っていうものはないかもしれん。まあ結局今売りルアーは全部そうやけど、うん、一番最初誰かが開発したこれを他のメーカーが同じ形のものを作って売りよ。で、これが1個2200円で、はい、これが3個で、で、この針もついて、3480円とかなんかかな。針がなかったら29パーなって、1個1000円。だから半額以下。うん。それはええけど、それ黙って買っちゃうきね。それはええけど、それ黙って買っちゃうきね。わー！だって、これ多分すぐないやろと思って。すぐ売り切れるか、すぐ怒られるかで、すぐないなると思ったき、もうすぐ買うた、これは。ほら、見て、この色なんかもう、なんかもうこれ。これ。これすごいわ。目とか一緒やもん。ほら、目一緒で。めっちゃ寒い、釣り行かんとこうと思ったけど、これが届いたら行かないかなって。
じゃあ目を閉じてどっちがセットアッパーか当てようか。ああ、それはわかると思う。わかるかやったらいかんや、うん。最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。あ、それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画、関連動画となっております。また、よろしくお願いします。